六ッ化テルルは最も古くから知られる、テルルの復化物で、化学式テフロクで表される、無機化合物である。無色の有毒な機体で、恐ろしい悪臭を持つ。分子量は241.61。金属テルル状に、摂氏150度で、フッ素ガスを流すのが最も一般的な、合成法である。これより低い温度では四ッ化テルル、十ッ化ニテルルなどの、 よりフッ素成分の少ない混合物が生成する。3酸化テルルとフッ素ガスの反応や、2酸化テルルと4フッ化セレンの反応で得られるテフ4を摂氏200度以上に加熱して、テフ6と単体テルルに不非としかさせることによっても合成できる。6フッ化テルルは8面体構造を持つ対称性の高い分子である。物理的性質は、異様、セレンの類縁体に似ているが、 分子量がより大きいため揮発性は低い。摂氏38度以下では消化性の白い個体となる。イオール延体と異なり科学的に不活性ではない。これは D 軌道の反応性がより高いため、そしておそらく溶やセレンでは利用できない F 軌道を用いることができるためであるとされる。加水分解により H6TO6 を与え、摂氏200度以下では 単体テルルと反応する。テルルの化合物に触れるとニンニクに似た悪臭を持つ、テルル呼吸を呈する。このニンニク臭は、汗や尿にも現れる。テルルに被爆した場合の他の症状には、頭痛、呼吸困難、疲労感、指、顔、歯肉、顔に現れる青黒い反転、発疹がある。排水腫によって死に至ることもある。テルルに被爆した際は速やかにその場所を離れ、 医師の診断を受ける必要がある。デルル化合物を摂取すると起こる、ニンニク臭は、代謝によって生成するテルル誘導体によるものである。体がテルルを代謝すると、元の酸化状態に関わらず、ジメチルテルリド2が生成する。ジメチルテルリドには揮発性があり、これがニンニク臭の原因である。毒不化テルルはあまり一般的な化合物ではないため、販売元は限られる。 5 0ムあたりおよそ 2000US ドルである。AB マークインデックスサーティーンス s w e ド、9204ありがとうございます。